ここでね質問押せるんで、はい、質問を見ていこうかなと思うんですけどね、はいはいはい、結構質問もらってるのが、うん、あれなんですよ、仕事関係が多いんですよね。はいはいはい、あ、移住する上で。そうなんですよ、今日ね、移住したとて、そう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 、仕事があるのかと。そうなんですよ、だから仕事ありますかとかね、はい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 、求人あるのっていうのがあるんで、ちょっと、ね、仕事ありますプラザはありますけどね、多分それわかるかな。ありますよね、仕事ありますプラザ。そうだから、ちょっと質問ちょっとじゃあ答えていきましょう、ね、はいはい、どれがいいかな、うん、ちょっとじゃあ、あとやっぱ仕事関係が多いんだよね、結構来てるんでね、結構来てるわけね、インフルエンサーなんで結構来るんすよ。いやいや、ね、インフルエンサーではないけどさそうだ、ちょっと質問をね、うん、ちょっとやりましょうね、はいはい、うん、仕事ありますか、沖縄仕事ありますかってことですよね。そうなんですよね、移住してきた時に沖縄の仕事何がありますかね。そう、沖縄の仕事ね、うん、ありますかっていうのが、うん、結構多いんでね、ちょっとね、はいはい、これあれしましょうね、ちょっと結構知念さんその得意分野じゃないですか、うん、仕事、いやいや、あの遠隔で地方で仕事する、あ、地方でね、そうそうね、そうそうそう、結構推進してるというか、うん、移住したいけど求人ありますか、求人の方がいいですか仕事の方がいいですか、どっちがいいですか。移住したいけど求人、求人はちょっとじゃあもうシンプルなやつでね、はい、これにしましょう。お仕事ありますかってのこっち見てるやつ、お仕事ありますか、うん、そう、お仕事ありますか、はい、って来てるんですよね、うんうんうん、どんな仕事がいいですかとかね、やっぱこういうのみたいな、はいはいはい、この、うん、あ、出てない、僕の方では出てないですね。そう、仕事、お仕事ありますかっていうのがあるんで、はいはい、でもどうすかね、うん、僕県外にもいたんですけど、はい、沖縄仕事一応ありますよね、結構。いや、ありますよ、結構ありますよ、求人誌は山のように載ってますからね、うん、だから、お仕事ありますかっていう答えで言うと、うん、山ほどあります。山ほどある、ただ問題なのはあなたの、うん、理想に、うん、合ったお仕事があるかっていうところですね。なるほどなるほど、確かにな、はいはい、うん、みんな山から来てますよ、選ばなかったらあるんじゃない、確かに選ばんかったらありますね、選ばなかったら何でもありますからね、うん、でも、うん、どんなのがいいですかとか、保育士とか、うん、どうですか、保育士とかいろいろ出てるんですけど、はいはい、どんなのがいいですかね沖縄で、やっぱみんなどんなの選ぶんだろうな、うん、保育士はあるんじゃないですか、たくさんありますよね保育士は、うん、沖縄、うん、子供いっぱいいますからねそんな間抜けな発言あります、いや子供いっぱいいるでしょ、沖縄子供いっぱいいますからね、増えてるんでしょ、まあ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 、沖縄はね、うん、子だくさんですから、そうそうそう、うんうん、子だくさん、子供ね、うん、出生率1位ですしね、出生率1位、沖縄ね、だからやっぱ保育士とかもそうだし、うん、あとどうだろう、会社員は少ないんですかね、まあ、東京に比べたら少ないけどね、会社員、うん、自営が多いってこと、あ、自営業とかの方が多いのかな、うんうんうん、多いかもしれないですね、うん、やっぱね、だから仕事が、でも仕事は結構あるから、そんなにでも移住するときには仕事いっぱいしなくていいと思うんだけどな、あ、心配を、うんうんうん、東京とかと比べるとね、あぐれっていうのがあります、アグレ、うん、アグレルーキーっていうあの求人誌があるので、うん、そうね、あるね、あるね、あの分厚いですよ、分厚いフリーペーパーがありますから確かにね、あるね、うんうん、それを見ながら、うんうん、あれに載ってるのってどんなのが見たことないわけよ、あんまダメやんじゃんどんなのがあるんかなと、どんなのが多いんすかね、確かに見ないね、仕事若者は見ないのかな、もうだからね、うん、ホテルで働くのも多いでしょ、はいはいはい、うんうん、ホテルで働く人も多いし、結構県外から来た人は、うん、あのマリン系、あ、マリン系多いかもしれないですね、マリン系は多いかな、半年間来てみたいな、うんうんうん、確かに、ね、感覚ですよ、確かに確かに、うんうん、で住み込みでみたいな、うん、リゾパね、リゾパ、あ、リゾパっていうの、リゾバ、リゾバか、リゾバ、リゾートバイト、リゾートバイトや、うん、っていうのはあるかもしれない、あ、でも離島はあれとかもあるみたいですよ、あ、離島ね、離島行って、うん、キャバクラ、うんうんうん、で働いて、あ、ほんとない、いやいやいや、なんで笑うんですか、ほんと、ほんと、いや、あるみたいですよ、そう、うん、離島行ってキャバクラで働く、そう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 、マジで離島キャ、離島キャ、離島キャもうなんでもいいやし、それ、いやいや、だから、うん、あるんじゃないですかね、ね、だから死にはしないっていう話ですね。ああ、まあ絶対あるよね。うん。で、あの
ホテルもいっぱいあるしね。体一つで来る人は大丈夫。うん、絶対大丈夫、うん、絶対大丈夫。あとはやっぱりなんていうんですか、家族、うん、で来る人はまたちょっと、うんうんうん、なるほどね、確かに。もうちょっと探さないといけないかもしれない。あ、そっか、家族の人と単身の人はちょっと違うのか。そう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 、うん、あ、松江クサロンしたら流行りますかって来てる。あー、松江クとか流行るんじゃない？うん。結構多いですよ、でも。いっぱいあるよ、いっぱいある。美容系。いっぱいあるよ。うん。多いし、バンバン潰れてるし。うんうん。っていう。確かにね。うん、やっぱ入れ替わりは気はしますけどね。キャバクラは嫌だっていうのが。キャバは嫌だ。キャバクラはできんって。できんね、確かに。うん、なかなかね。うん。あ、エマチからも来てますね。私は沖縄に移住するってなったら、うん、音楽関係を探すかも、今の仕事を生かすために、うん、あ、なるほどね。あ、これエマッチはね、うん、ポールダンサーをされてる。ポールダンサーの人なんだ。そうそうそう、北海道で一番大きいクラブとかで、へー、あのだショーをしてる方なんだね、はい、すごいね。そうそうそう、そうなんだ。うん、でも確かにね、今の仕事を生かすために音楽関係とかを探すとか言うかもしれない、ね、うんうん、うん、あ、資格とか何も持ってないけど大丈夫でしょうかって来てますね。うん、資格か、うん、でも別に大丈夫じゃない？いや大丈夫でしょ、うん、大丈夫だと思う、沖縄、うんうんうん、沖縄っていうか、ね、沖縄っていうか大丈夫だと思う。どうにかなるでしょ、大丈夫、まあ、あなた次第ということで、うん、でもあの英語とか喋れた方がいいんじゃないかとかってしてたけど、やっぱそれはあるかもしれない。あ、基地もあるし、うん、だし外国の人も多いしっていうね。喋れます？喋れんやつ全然喋れん、全然喋れん。じゃあ大丈夫や。大丈夫大丈夫、英語喋れんくても全然大丈夫、うんうんうん、全然大丈夫。あ、やっぱね、確かにね、まあ、コロナの影響とかでね、はいはい、うん、インバウンドも減ってるもんね。いや、だいぶ減ってるんじゃないですか、うん、今。あ、でも確かに医療関係とかはね、うん、いいかもしれんね。うんうん、うん、いいと思う、医療関係ね、うん、沖縄バブルと聞きますが実感ありますか、うん、確かにね。どうすか、うん、でも土地とか上がってるとかね、物価も高いしね、はいはい、物価もそんなに変わらないからね、はいはいはい、うん、うん、都とかすごいみたいですけどね、うんうんうん、あんまり、うん、物価が安いと思ってる人が多いと思う、はいはい、あの県外の人で沖縄来たら結構物高いねってなるけど、はいはいはい、あんまり変わらないよね。いや変わんないんじゃないですか、うん、変わらない、むしろ高いかもしれない、むしろ高いかもしれない、輸送費とかで、輸送費とかもあるし、ね、うん、だから物買うのはそんなに安くないですよね、うん、安くない、安くないよね、うんうん、あ、家賃とかぐらい、うん、いやでもまあ、でも東京に比べたら安いけど、東京に比べたら安いんじゃないですか、だいぶ。だけど、うん、なんだろう、他の地方とか沖縄のそんなにじゃないけどね、沖縄のこのメイン、うんうん、那覇じゃないですか、うんうん、まあ新都心とか、うんうん、あそこら辺がた多分高いと思うんですけど、うん、どんなですかね、 1LDK、 1LDK どこ、10万とかしない、うん、いやしないでしょ、新都心よ、新都心全然しないんじゃない、全然しない、うん、みたいですよ、4、5万ぐらいじゃない、嘘でしょ絶対マジでそんなもんじゃない、6万ぐらい、 1L だよ、 1DK じゃない、 1LDK、 あー 1LDK、 おもろ町よ、おもろ町、6万ぐらいかな、6、7万ぐらい、うん、6、7万ぐらい、6、7万ぐらいか、 1LDK、 うん、いや、 やっぱね、どうだろうな、うん、那覇で探すからでしょ、え、那覇で探すからでしょ、那覇よりちょっと外れた、あ、まあまあ外れれば浦添とかね、浦添ぐらいだったらね、うん、全然大丈夫だと思う、うんうん、ほとんどでも那覇に住む人ってあんまいないんじゃない、あの、なんていうの、いや、山ほどいるわ、いや、なんていうの、移住してきた人たちがほとんど那覇に住むってみんな思ってる、あ、まあまあまあ、そんなことはないですよ、うんうん、そんなこともないんじゃない、うんうん、そんなことはない、うん、何気にね、うん、そう、あ、新都心は5から6ぐらいですねって、あ、ほんと5万から6万、あ、5万から6万、やっぱそうだよね、うんうん、沖縄市は 1L でいくらぐらいですかって、沖縄市だったら5万ぐらいじゃないの、この人のはね多分当てにならない、ほんとにだって全く住んでた時の名古屋は3万ぐらいだったでしょ、うん、あれは学生の、そうが、でも割引もあるでしょ、学生割引もあるけど、うんうん、でも3万から4万ぐらいじゃないの、あれだ、あれだ、あれ2万5000の、2万5000ぐらいでしょ、学校の割引、学校の割引で、うんうん、だそんなもんよ絶対、ちなみに僕らは同じ大学なんで、そうそうそう、名護でね、うん、名護で3万ぐらいだったと思うけどな、3万ぐらい、うん、あの豊里マンションとかは広かったよ、ああ、まあ4万ぐらいだったか、4万ぐらいで、確かに結構広いよ、広いよね、広いよ、50平米ぐらいだね、いや、あるあるある、うん、あ、広かったもん、あそこは、うん、読谷はいくらぐらい、いや読谷も多分上がってる、4万ぐらいじゃないかな、うん、うん、
でもそんなもんで絶対。だからまあ県外に比べるとかなり安いんじゃないですか。安い安い。そういう意味では。だから死ぬことはない。うん、4万読みたんで4万ぐらいだったと思うな。うん。うんうん、そう来てたんすよ、家賃いくらぐらいねっていうのは来てて、はいはいはい、あ、 ありましたね家賃、うん、そっからの流れで、うん、あれもありましたよね、あの電ん光熱費、光熱費ね、いくらぐらいですかっていう、ね、っていう質問もありましたね、うん、あったあったあった、ちょっと見てみましょうね、光熱費はね、うん、電気高い、あ、電気ね、電気高いっすよね、電気高いと思う、うんうん、あれがないもんね原発が、うん、な、結構高いって言われてるよね、高いよね、うん、電気はね僕、5人家族ですけど今、うん、だいたい年間鳴らすと、うん、1万6千とか月、月、うん、電気高くない、高いよ、あ、でもオール電化なんだよ、うん、でも電気高いでしょ、あのお風呂とか、あー、なるほど、ガス代がゼロ、あー、そっかそっかそっか、そうそう、オール電化だから、なるほど、コンロもゼロ、なるほどね、そうで1万6千でしょ、で、1万水道が6千ぐらいかな、1は定型高いね、高いとこだから水道6千ぐらいでしょ、うん、月、あのたまに 寝たままあの水流してる場合あるからそれは酔っ払ってでしょそれは酔っ払ってでしょ手がもうふにゃふにゃってだから水道6千ぐらいでしょ、うん、だからトータルだから電気水道、うん、ガス入れたとしてのイメージでいくと、うん、5人家族で、うん、いくらになる ?1 万6千、まあ2万2千ぐらい、うんうん、2万2千ぐらいですかね、あ、でも安いのか、そしたらガス代がないから、だから3で割ると、電気水道ガス3で割ると、うん、まあ7千ずつぐらいっていうイメージかな、今来てるんですけど、うん、質問が、うん、ガス代高いと聞きました、 IH コンロの方がいいですか、あ、ガス代、ガス代も高いイメージあるけど、ね、高いよ ね、俺も高いと思います、うん、6000とか、うん、6000ぐらいでしょ、だから変わらんか、オール電化と、そう、うん、確かにね、うん、IH の方がいいんじゃない、うん、やっぱりね、うんうん、ガス代高いよ、高いよね、あ、なんかカリパンツ太田さんから来てます、あ、来てますね、はい、沖縄リバテないんですか、どういうこと、リバテって何何リバテって何、わからないんだよな、カリパンツ太田さん、じゃあ無視しましょうか、カリパンツ太田さんはリバテって何、あ、ルームシェアね、ルームシェアあるでしょ、っていうかあなた沖縄の人でしょ知り合いなんでね、カリパンツ太田さん、カリパンツ太田さんね、ルームシェア、うん、うんうんうん、いやでもリバテあるでしょ、ルームシェアは、ルームシェアある、うん、まあルームシェアは知ればいいし、知ればいいし、ね、いや誰あの借りて確かにね、うん、でもあのそうそう、クーラーずっとつけてるから高いんですかって聞いてた、うん、今だろうね、うん、クーラーもそうだし、そうだね、クーラー夏は上がるね、夏は上がる、うん、でもさ、うん、これうちのうちだけかな、ああ、俺なんかずっとクーラーつけっぱなしだよ、それはあなただけ、ほんとね、うん、結構いるけど、あ、でも24時間ずっとつけっぱなしだ、うん、あの消した方が高くなる理論あるよ、あるよね、うん、だから27度でずっとつけるみたいな、そうあ、それはやってる、やってるでしょ、やってるやってる、あれだから24度ぐらいで、うん、5度ぐらいでずっとつけた方がいいよって言って、うん、はいはいはい、け暑いさ、ね、眠れないし、眠れない し、うん、で止めてまたつけたらクーラーのこう、うん、室内冷えるまでパワー食うから、うん、で、あのあれですよね、車の短距離理論みたいな、そうあの長距離何あ、ずっと走ってたのに、ずっと走ってゆっくりこう、ね、長距離走った方が燃費いいじゃん、なるほどそういうことでしょ、あ、そうスピード出さないと、分からんじゃない、やめてもらって分からんじゃないとか何言ってんのか分からんみたいなちょっと何言ってるか分からんなと、そういう理論でしょ、だから、あ、そう、うん、確かにね、うん、これあ、さっき事前のあれでもあったんですけど、うん、ゴキブリは本当に大きいゴキブリ大きいでしょ、さっきね、あの知ったよ、あのあったあった、知念さんが、うん、昨日募集した質問の中に、うんうん、ありましたよね、ゴキブリってあの マウスぐらいあるって本当ってパソコンのマウスぐらいあるかっていう、ありましたありましたね、ありましたね、提供受けたけど、あったあったあった、うん、これだ、ゴキブリは大きいね、ゴキブリはパソコンのマウスがあるって本当って来てますね、ヘラクレスぐらいあるんじゃない、チカさん毎回来るんだよな、
でもそうそう、でもゴキブリ結構多いっすよね、うん、話題と、あの、あ、なんか嫌がる人。エマッチ北海道なんですけど、うん、やっぱりゴキブリ見たことないって。そう、うん、見たことないって感じなの。やっぱあの寒いとこいないでしょ。え、寒いところってゴキブリいないの。いないよ。いないの。いない。言わせるけどってやつじゃないの。いないと思う。いたとしても小さい。あ、そうなんだ。からどうも思わんみたいな。これぐらいあるでしょ。 これぐらい。どれぐらい、どれぐらい、これぐらい、これぐらいあるでしょ。これぐらい、これぐらい、これぐらい。ある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 、うん、あるよあるよ。僕コンビニで店員してたんですけど、うん、あの北部の方で、うんうん、結構やっぱもあの田舎というか、うんうん、だからいるんですよ。いるよね。でコンビニ夜だから、うん、電気に集まってくるでしょ、うんうんうん、で僕ずっとレジしてたんですよ、レジ、うん、でお釣り返す時こう数えるでしょ、千円札数えながら渡すんですけど、ずっと飛んでるんですよ、もう、はい、この店内を。店内よね。もう恐ろしすぎて恐ろしいな。お釣りも数えながらゴキブリ気にしながらっていうのは結構ありましたけどね。恐ろしい、恐ろしい。あれを店外に出す恐ろしさ。飛ぶからね。飛ぶんだよ沖縄のゴキブリは。そう、向かってくるんだよ。向かってくるし、ね、ダメ、あの理性がない感じあれなんで飛ぶんかな。え、なんで飛ぶよね。だからあれだから 上にいたらもうあれよ、降りる力で飛ぶっていうさ。あ、なるほど、ね、だから下にいるやつは飛べないでしょ。こんなやって来るときにパラパラ。そう、下にいるやつは飛べんって。なるほどなるほど。重くて、ま、一回上に上がっていってまたババババ。あ、そうそうそう、上に登ってから降りる、降りながら飛ぶっていう話。なるほどね。っていうのを聞いたから、こう下にいるの余裕を持って潰そうと思った。ああ、あれでもちょっと飛ぶつわものいたもん。つわものが一匹いたもんね今まで。でもあれでしょ、うん、ゴキブリは、うん、ちっちゃかったら飛ばないでしょ。ちっちゃかったらちっちゃいゴキブリいるよね、うん、うん、ちっちゃいのね、うん、車にいるみたいな、ね、車にいるやつは、うんうん、でも大きいやつは飛ぶんだよね。大きいやつ飛ぶ。やっぱ今いっぱい来てますけど、うん、やっぱ見たことないっていう人の方が多いね。見たことない多いね。あ、追いかけられるって、ほら、そうそうそう、追いかけてくるよゴキブリは、うんうんうん、ゴキブリ見たことない人いるんだ。ほらエマさんもそうだけど、うん、25年生きてるけどゴキブリ一回も見たことない。一回も見たことない。はあ、あ、そうなんだ。なるほど、わかる。あれ綺麗に潰したパーンと音鳴るの。ああ、あのスリッパとかだね。スリッパとか、うん、ね、するでもあの時に生まれるんでしょ。あ、そうなの。そう、卵らしいよ、らしいよ、うん、うわ、でもすごいな。やめようぜゴキブリの話は確かにね、確かにね、うん、いやでも大きいですよ沖縄のゴキブリは。でかい、うん、でかいでかい、うん、間違いない。それはやばいね、うん、そう、だからでかいからそろそろ出だすんじゃない、うん、あの夏に向けて春から。そうだね、うん、やっぱでもまあでも、うん、普通のお家にあんまいないからね、うんうん、外にはたまにいるけどね。いる、うんうん、そっか。次の質問いきますか。いきましょうか。あ、一旦 CM いきましょうか。じゃあラジオの方は CM ですね、はいはい、ラジオは CM で、うん。